ルハンシク州内での実効支配地域。ルガンスク人民共和国は、ウクライナの東部のルハンシク州で、ロシア連邦への編入を求める分離、独立派が独立を宣言した地域。2014年以降、ウクライナ政府の管轄が及んでいない地域である。この地域の独立を承認している国家はほぼ皆無で、ウクライナ政府は、ルガンスク人民共和国を、 反政府組織として認識している。ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国2014年4月27日、親ロシア派の住民により国家安全保障ビルの前で建国が宣言された。5月11日住民投票を行い、翌日独立を宣言した。24日、ルガンスク人民共和国はドネツク人民共和国とともに、 連邦国家、ノボロシア人民共和国連邦を結成した。2016年8月6日、同共和国指導者であるイーゴリ・プロトニツキーの乗用車が爆破される事件が発生している。2014年現在の支配地域の面積は推定 8352.6km。ルハーン宿ク州全体のうちおよそ半分程度を支配している。通貨はロシアルーブルが採用されている。 域内の郵便は2014年に設立されたルガンスク人民共和国郵便が担っている。支配地域にはルガンスク国際空港があるが戦闘により使用不可能となっている。鉄道路線はウクライナ鉄道から切り離されてドネツク人民共和国との間で運行されている。また、ウクライナやロシアと結ぶバス路線も運行されている。2017年現在、 ウクライナ政府支配下からの外国人の入居は特別通行許可書を保持した報道関係者等の例外を除いて不可能となっている。ウクライナ政府支配地域との間にもバス路線が運行され越境することが可能であるが境界線付近で戦闘に巻き込まれる可能性があるとされているほか治安問題からキエフ発のルガンスク人民共和国行へのバス路線には 行き先は表示されていない。国際連合加盟国から国家承認を一切されていないが、同じ立場でもあるドネツク人民共和国とは、相互承認し、ノボロシア人民共和国連邦を組んでいる。また、国連加盟国の国一部から国家承認を受けている南オセチア共和国が、6月18日にルガンスク、 6月27日にはドネツクの両人民共和国を承認した。ロシア連邦は国家承認をしていないが、ルガンスク人民共和国が発行したパスポートは有効であるとの立場を取っている。一方で、ウクライナ政府はテロ組織に指定している。ルハンスク、リージョンデクレアズ・インデペンデンス・アットラリーイン、ルハンスク。 キエフポスト、http://www.kaiwaapost.com コンテントウクライナルハンスクリージョンデクレアズインデペンデンスアットラリーインルハンスクマイナス347498 html ハットルガンスク人民共和国とドネツク人民共和国ノボロシアへ合併ロシアの声オリジナルの2014年8月10日時点における アーカイブ。http スラッシュスラッシュアーカイブ。ずスラッシュエイビーエルガンスク人民共和国で共和国長の車が爆破される。スプートニク。https スラッシュスラッシュ。jp。sp。t。nike。w。s。com。スラッシュインシデンツスラッシュ二零一六零八。零六二六零六零九八。 ria の o v a s, <S t i h t t p コロンスラッシュスラッシュリアドット ru スラッシュ infogrfika スラッシュ2零一四零七三一スラシ一零一八二五六三零零0 html アトムソースイコール百六十三万四千五百八アンドアトムミディアムイコールバーナーアトムコンテントイコール三百四十七万八百五アンドアトム キャンペーンイコール466,8422014年7月3日。ありがとうございます。